F-22 戦闘機の情報漏洩に韓国人天才設計士が関与、判決が米国で出ています。今回はこのラプター情報漏洩事件を詳しく見ていきますね。やはり F-22 戦闘機ラプターと KFK-21 はつながりがあると見ています。でも飛ばないからね。情報漏洩は各国が厳重に管理していますが、どこから漏れるかわからないですね。近年になって高性能化した戦闘機である機体にはそれなりのリスクが伴う。それが本部署の初めての情報統制。機体の情報が漏れてしまう恐れが存在しているが、一番犯しているのがどこに国であるかご存じだろうか。軍事機密は世界各国が喉から欲しい情報であるため、様々な手を使って搾取しようとする。そして韓国の天才設計士と呼ばれる人物パク氏が本記事の主人公であり、 F-22 ステルス戦闘機の設計に関わった人物である。昨年の2020年7月8日、アメリカのメディアは複数国の軍事関連企業に在籍した経歴を持つ韓国人技術者が各国の職務で入手した軍事機密情報を漏洩したとして起訴されていたと報じた。この韓国人技術者が在籍したアメリカの軍事関連企業がロッキード・マーチン社、ボーイング社、レイセオン社という大手3社で、ロッキード・マーチン社では兵装システムの設計責任者の地位にあったと言われている。ロッキード・マーチン社での兵装システムの設計責任者とは、具体的にどんなことをするのかといえば、米軍のみが運用することを許されている F-22、ラプター戦闘機のミサイル、爆弾、魚雷などを制御するシステムの模様を知り尽くしている。この軍事大国アメリカを代表する現在でも、世界最強で名高い第5世代戦闘機 F-22、ラプターの兵装システムの設計責任者を務めていたことから、当該の韓国人技術者は同国での知名度もそれなりに高い人物であることがわかる。この報道で韓国人技術者が起訴されたのは、先に挙げたアメリカの防衛関連企業3社のうち2社から機密情報を不正に取得し韓国に持ち出したことであり、2020年9月には判決が出された。すでに被疑者のパク氏は2019年8月にアメリカの司法当局によって逮捕され、2020年6月に行われたアメリカの法廷で同国の武器輸出管理法と国際武器取引規則に違反した罪を認めている。これらの違反事実によりパク氏には最大で禁錮刑20年、罰金が約1億700万円課せられる恐れがあると報じられているが、何百年というような求刑が余儀なく言い渡されるアメリカの裁判にしては、軽微な感じもする。さらに、パク氏本人が起訴状の罪を認めていることから、アメリカの司法当局が禁錮刑3年以上の量刑を求めないとの意見書を出しているされることも、その不穏感を一層強く感じさせるのかもしれない。当時起訴されたパク氏が認めた事実とは、当人がアメリカから帰国後に韓国で設立した企業が2014年に韓国航空宇宙産業に提案した中に、米国軍事関連企業在籍時に知り得た軍事機密を用いたことである。アメリカの司法当局は、パク氏がこの韓国航空宇宙産業以外の韓国の防衛産業についても間違いなく同様の行為を行っていたと指摘しており、事故の企業の受注を目的に意図的に軍事機密を漏洩したものと訴えている。
余談であるが、この天才韓国人とも呼ばれたパク氏は、韓国でも防衛事業庁から支給された研究費5億5000万ウォンの一部を横領した罪、家族を従業員登録して不正に給与を支払う形で研究費を横領で起訴されていたのであるが、委託された研究課題が正常に行われていたことと横領した1億2000万ウォン、約1000万円を返還したため、起訴が取り下げられている。また、アメリカの司法当局は、2020年6月にも、それまで伏せていた起訴後3年以上も経過した事案の公表に踏み切っており、この一連の公表が、アメリカと中国の対立構造を鮮明にしたとも言われており、韓国人が、航空機やレーダー類の軍事目的での使用に、転用可能な電子機器類を、韓国への輸出だと虚偽の申告を行い、実際のところ、中国の企業への転売を実施していた裏事案があっていたからだ。こうした事案を公表したアメリカの司法当局の意図とは裏腹に、中国に近寄る韓国の企業及び韓国政府その被疑者へのアメリカからの確固たる意思表示が込められているのではないかとも推察されているため、米中及び米韓との間には信頼の日々が入っている。日本でも2007年に現役の海上自衛隊員がイージス護衛艦の図面などの機密情報を漏洩した件を発端に3名が懲戒処分で処される事案などが発生しており、アメリカ製のイージスシステム全体への影響が懸念されていた。また陸上自衛隊においても2013年に東部方面総監まで務め上げた幹部、泉氏が退官後、現職の陸将を含む複数の自衛官を通じて、ロシアの駐日武官に部内資料を漏洩する事件が発生したことも記憶に新しく、当時も数人が懲戒処分となった。こうした日本の自衛隊での軍事機密漏洩事件も、現職の自衛官が直接関与していたことは、違った意味で、非常に深刻な問題だと言えるが、このような問題は軍事機密に直結しているだけに、詳細な内容は決して外部に知れ渡ることはない。そういった意味においては、今回の天才と呼ばれた韓国人技術者パク氏の一件などは、むしろ自分が所有する一企業の営利目的であるという観点から見ても、アメリカ司法当局の捜査側からすればわかりやすく、マークをするのも比較的容易だったのではと思えてくる。ちなみにパク氏は前とした通り、自国の国家機関である防衛事業庁から拠出された研究費の横領で韓国政府からも起訴されていると伝えられており、自己の経済的利益を得ることが最大の目的の脇の甘い人物とも捉えられてしまう。当時の韓国での起訴でも、横領した金額を全額返却に応じたことから、起訴の取り下げには至っていると言ったが、こうした行状からしても、余罪が未だあると思ってしまう。だが、韓国側としては、有益な人間であるため守りたい重要人物なのだ。韓国では、政権を退いた途端に、元大統領たちの一族が、こうした横領事件や不正な資金の問題で叩かれ、世論も財閥系の独占的な利益収受の図式で批判が高まる傾向に見えるが、今回の技術者の件では、同情する部分もある。在韓米軍の駐留経費の値上げ問題などもあって、このところ、急激に反米色を強めているようにも目立つ韓国では、むしろ本件はそうした不平不満を下げるニュースと解釈されているのかもしれない。